クミンのタイトル画面ってずっと見てると面白いことが起こるそうなので見ていこうと思います。いい雰囲気だよね。穏やかな昼下がりって感じがして。でもさ、レモンありすぎじゃね？レモン買いすぎだろ。どんだけレモン使うんだ？誰だか知らんけど。あら、あらあらあら、ショーゴ。盗むんだクッキー。思ってた通り手癖が悪い。食べるのかな？ああ、撮り鉄だ。撮り鉄も来た。うわ、さすがだ。人のものなんて盗んで当然。ま、え、どうした？何何何何？逃げてく。な、何か来る。何か来る。逃げろ。面白、確かに。みんないなくなっちゃった。探索も済んだんで洞窟やっていこうと思います。最終兵器実験場。大丈夫かこれ。北朝鮮とかに繋がってるんじゃないの？いける？うわぁ！撮り鉄と井口だ、連れていけるのが。っていうか撮り鉄少な。全国の駅が平和になるな。大丈夫か？最終兵器実験場って、なんか、生物感ないけど、相当強いんじゃないか、ボスが。待って待って、ちょっと、その先まだ探索してない。敵いるから、ちょっと、ショーゴ待って、ショーゴ止まって、止めて誰か、そのショーゴ止めて。早い、早すぎる、追いつけないんだけど。ちょっと、無事行けたんだけど。全然ストップ効かないじゃん。行っちゃった。やるなぁ、ショーゴ。さあ、ファイナルフロアまで来ました。最終兵器とやらを拝ませてもらいましょうか。あ、いるね。確実にいる。でも昨日のさ、激戦を経て、多分ね、この巨人のかまどのボスってかなりレベルが上がってると思うんだよな。でも爆弾ないし、かといって、光の種じゃなくて、ビーガンの種？ビーガンを3人呼んだところでって感じだし。近づいても出てくるタイプじゃないのか。とすると、先制攻撃か。こちらが攻撃の意思を示さないと出てこないのね。じゃあやるか。いけ。どうなる？うわぁ、またディスコっぽいやつだけど、ちっちゃいな。これが最終兵器なの？こんなのか。どのあたりが最終兵器な、なになあ、これは最終兵器だ。あ、この後が好きなわけね。これさ、生物じゃなくてガチ兵器じゃん。急に世界観がメタルギアになったんだけど。何これ何これ。ピクミンの世界に銃撃戦とかあんの？ただ隙は大きいね。だから問題はあのマシンガン攻撃以外にも攻撃パターンがあること。これさ、足元がさ、あれじゃない、アンチなんじゃない？あ、やべ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 、そうでもないか。ああ、ショーゴが銃殺された。銃殺系になってる。このなんちゃってメタルギア、攻撃パターンが少ないからこれでいいんだけど、これで。オッチンの顔が煽ってるようでムカつくな。なんかこんなのクレヨンしんちゃんの映画であったな。コサックダンスで銃撃避けるやつ、しんちゃんが。なになになに、いや、終わり、もう終わり、待って、爆発する、危ねえ、もう終わり、おもちゃ壊れちゃった。全然最終兵器感なかったんだけど。まあ、一人ショーゴが銃殺されちゃったけど。わ、これはゲームキューブだ。持ってなかったから全然懐かしくもなんともないや。このボスすごい楽しかったからもう一回やりたいな。で、問題はこいつ。これがなんかおっぱいじゃな、コッペ星人、コッパイ星人。男じゃん。は？なえたわ。え、コッパイ星出身なのに男なの？X、ヒゲ面の、
男の子の可能性ある？うわー、なんか一気に萎えて空気なくなって失せたわ。何、誰、どなた？ NHK？ あ、こいつあれだ、エビのでかいバージョンだ。エビだかシャコだか。待って、まずは剣に回る。いなくなっちゃった。うん、出てきた。なるほど、離れすぎると潜っちゃうわけか。こいつ確か攻撃方法突進だけだったと思う。だよね。で、この後攻撃する。どこ攻撃グロ、すごいひどい。お腹が柔らかそうですよ。鬼畜の所業なんだけど。鬼畜すぎるだろ、こいつら。目玉潰して、仰向けにして攻撃するとか。おやつを箱に隠した。へぇー。なんだろうね、おやつ。夢のレジデンス。うわぁ、空気まずそうなメンバー。撮り鉄に、野田まぶりに、渡辺か。何話したらいいかわかんないな。夢のレジデンス、一回。今、嘘、あれ、ハンドスピナーだよね、あれね。あら、もうある。え、しかも遭難者もいる。一回なのに。え、じゃあ、おやつってもしかして、遭難者ってことかな。あー、ごめんなさい、大丈夫ですか、救急車、あれ、救車だ。え、じゃあ、ともぐいってことか。おっちんの体調が悪い理由、これだろ。どうだ、野田。意味のない仕事をさせられる気分は。からの、おい、野田！年を2回当てないと攻撃が通らないんだよ。話聞いてた、お前。なあ、社会人なんだからさ、人の話をちゃんと聞いて自分で判断しなよ。大人なんだからさ。よし。どうしよう、中身遭難者だったらやめて、人は。ああ、プリンじゃん。しかも、結構好きなプリン。こういうさ、昔ながらのプリンっていうの？パンケーキもさ、プリンもそうだけど、最近っておしゃれになりすぎてるじゃん。こういうのでいいんだよ。昔ながらの喫茶店にあるような。ね、こういうプリン好き。てかもう、キラキラエネルギーに変えるのもったいないからさ、食っちまおうぜ。食おうぜ、これ。もったいないよ、エネルギーに変えるの。あ、どうも。あ、段取りの天才なんだ、僕。今度就職活動するとき、履歴書に書こうかな。段取りが上手ですって。引く手あまたでしょう。ん？何？え、あ、終わった！全部集め終わったってこと？やった！初めて！初見コンプリート。簡単だったぞ、ここだけ。よし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 。これあれかな？コンプリートするといつもより多く資材もらえるのかな？いつもと同じじゃん！もっと持ってるだろ、この葉っぱ野郎！おい、ジャンプしろ！起きろ！ジャンプしてみろ！出せ、全部持ってる資材！この倒し方、一番動くと好き。釣りもこうだといいな。釣れた瞬間からもうお寿司として出てくるのって最高だよな。ここは？けだもののゆりかご、どんどん出てきて食べ放題。お腹いっぱいでもう食べきれない。ルーイって何？変色化なの？やばそう、ここ。あずまと、野田か。社会人コンビだね。こいつに負けることはもう、なんだこれ！脳みそ！脳みそじゃん！え、グロ！なにこれ、なにこれ、なにこれ！重さ 300！ すげえでっかい脳みそ。とりあえず、残ったメンツは金塊運ばせよう。重さ300って何？あ、ハム、いや、チャーシューか、これ。はいはいはい、今日なんかうまそうな食い物多いな。ハムとかプリンとか、てか重さ300って歴代最重量か。はあ、これ重さってどこまで運べるようになるのかな。こっちか。うわあ、ちょっと待って、すごいのがいる。何これ。うわ、しかもなんか出てるし、ブリブリ。うわ、グロ、キモすぎる、キモすぎるだろこれ。ちょっとオッチン、何やってんの。オッチン、攻撃食らいながら食うな。落ち着け、オッチン。ちょっと
待て、めっちゃグロテスクでキモいんだけど。うわ、なんかすごい、これ生理的に倒せないやつらいるだろう。無限脇かな、あれ、本体を倒さない限り。うわ、グロ、なんかリアリティあるっていうかさ、なんか締めっぽい感じがしてめちゃめちゃキモいんだけど。うわ、いっぱいいる、キッズ。気持ちいい。もう一回やろう。もう一回だけね。戦うか。とりあえず数がいるから、サンダー使って動きを制限して一気に畳みかけようか。そら、そして先兵は野田守。いけいけ、働け野田守な。あ、手足となれ俺の。いけ、ワンタンキルは無理か。待って、誰か声したよ。誰？野田守退職しとるやん。しょうがない。でもこいつよく見たらさ、自分の子供踏みつぶしてひき肉にしてないか。ひき肉です、じゃん、完全に。かわいそう。増票を片付けようね。待って、この密にめちゃめちゃエイムが吸われる。まず周りの敵を倒してから。よしよしよし。で、回転が、お、行くな行くな正吾。もう血気盛んなんだから。で、動きが止まったために行く。で、このままワンタンキルしちゃおう。めちゃくちゃだなこいつ。オッケー、自分で踏み潰す。本当の親ガチャ失敗だな。みんなも親ガチャ失敗とかグダグダ言ってないで、言わないでください。自分の親がこの芋虫のやつだけ親ガチャ失敗したって言えるんだよね。ルーイ戦やっていこっか。ルーイとは何するんだろう。これはコッパイ星人、まあ、コッパイだろうがおっぱいだろうが男の時点でもうどうでもいいんだけど、煮るなり焼くなり好きにすればいいのに。いや待って、でもさ、ルーイのことだからガチで食う可能性あるな。まずい、それはまずい。共食い、人食いはまずい。ルーイやめろ、よせ。くそー、俺に力があれば止められる。しご、ネッサの決闘場、やっぱり段取りバトルか。ピクミンの世界では揉め事は全部段取りバトルで決着つけるのかな。マサラノーならぬホコタテノーか、まあ、レベル5だ、強そう。ダメだよルイ、食べちゃダメ、それ食いもんじゃない、やめてくれ。ちょっとさすがに人食い共食いは YouTube 的にも厳しいと思うから、やめて、よせルイ。どうな、何、どうなったんだ。葉っぱ人にしたわけではないのか。またこいつも光のエキス飲んでて無事だったってやつか。ルーイはこれどうしちゃったの。僕過去作やし、ケツ書いてやがる。過去作知らないからルーイのキャラがわからないけど、これって正常運転なの、この調子なの、常に大丈夫か。今までの葉っぱ人とは別の意味でねえ、ちょっとラリってて心配になる。とりあえずボコして正気に戻すか。まずはピクミンを増やすことから。この逆転爆弾とかさ、オニオの中じゃなくてルーイの腹の中に直接ぶち込んじまえばいいのにね。そしたらおとなしくなるだろうに。さあこれで勝ち確でしょう。残り20秒か。だとしたら時間あるからちょっと暴れるか。この言いようのない体のたぎりをぶつけてくるわ。ちょっとどうしよう。お、決めたわ。あれしよう。この燃えてるやつをブレーキングダウンするわ。おい、お前どこの小学校出てんだよ。俺芝だよ、門監督か。おらおらおら、よし、まあ圧倒的ですね。なんかもっとボス戦みたいな感じになるかと思ったんだけど、結局段取りバトルでボコすだけか。うん、あら、あ、もしかしてまだ逃げるの。え、まだ逃げるの、まだなんかあるの。ルイさんがなぜ逃げるんだ。目的がよくわからん。
まあどちらにしろと、コッパイ星人をあと一人助けなきゃいけないから、まだ続くのか。さあ、このコッパイ星人。いや、でもこの見た目で女の子だったら、それはそれで非常にたぎってくるけど、どうだ？頼む。よく無事か。返事をしろ。気絶してるようです。死んでるんじゃないか。死んでるよ。無人中だ。諦めよう。もとはいえ、まだ真ん中の、この2人ってさ、過去作に出てた？よし、エリア100になった。ってことは、もう1個エリアがあるのか。じゃあ戻りますか。次がラストダンジョンかな。よくぞ無事だった。つまんな、ベルマン。寒。スパニエルの行方は知らないか。走るのが遅いんだ。じゃあ助けなきゃよかった。最後、待って、スパニエルは女の子なの？うわ、ならちょっとモチベ上がってきたわ。思い出した？森の奥の方へ向かって行ったのだ。それぐらい覚えていろよ。じゃあどうすんの？諦めるか、じゃあ。何？ちょっと、よく、何？ちょっと勝手に、おい、勝手にやるなって、お前！他者様の機械設定を勝手にいじくるなよ。どうなってんだ、コンプライアンス。どうすんの、これで故障しちゃったら。多額の損害賠償金発生するぞ。進化か？ほら、壊れてる。ダメだったんだ。レーダーがさらに強化された。オッケー。で、次のエリアにスパニエル、あとルーイもいるんだ。なんだろう、次の、多分最後だと、本当の最後だと思うんだけど。すごい、未探索のエリアにまだこんなに救難信号が。だる。まあでも、オッチンのために、スパニエルは助けないとな。まあ無事、かまども、100になったし、そろそろ葉っぱ人を大量に助けるか。かなり 病床が圧迫されてる。医療崩壊を起こしかねないレベルで、葉っぱ人溜まってるから。よし、じゃあ、とりあえず、次に進む前に、葉っぱ人を助けようかな。ね。じゃあもういよいよ終わりも近くなってきたってことで、ね、ミッションもだいぶ進んだよ。よし。あと2、3日でクリアできるだろうね。動画にしたら残り2回ぐらいかな。探索38日目。まだあんの？助けてるで感謝するのだ。皆さんというか俺のおかげです。具体的に俺にありがとうって言ってください。葉っぱが生えてないのは、やっぱりこの2人は、そのなんか、光エキスとやらを飲んでいたからなのかな？だとすると、とか、そもそもルーイはなぜ葉っぱ人にしようとしたのか。そもそも寄生されてたオリマーもなぜ葉っぱ人を増やそうとしていたのか。そのあたり、解決するんだよね、それ。よし、行きますか、オッチンのために。さあ、挑みましょう。